はい、どうも、ウェブサイトチャンネルです。今日も一緒に学んでいきましょう。今回のテーマはこちらになっております。ワードプレスでですね、会社概要ページの作り方というのをね、簡単に解説していただきたいなというふうに思います。はい。ではですね、早速いきたいと思います。これワードプレスの、管理画面ですね。はい。ダッシュボードの画面に来たんですけども、こちらからですね、会社概要ページっていうのを今回作っていこうと思うんですが、ワードプレスはですね、投稿っていう場所と固定ページという場所でですね、何かページをね、作っていくことができるんですけども、会社概要ページを作るときはね、この固定ページを使って作る方がですね、いいです。ね。なので、この固定ページを使って作っていきます。はい。ではですね、新規作成、新規追加っていうのをこちらね、押していただくと、はい。ここにね、新しいのをね、新しいページを作っていただくことができます。で、今回はね、もう今ね、ワードプレスブロックエディターにね、ほとんどなってきてるので、今から作る方はですね、このブロックエディターっていうのでね、作ってあげる方がいいです。まあ、中には多分、クラシックエディターっていう以前のエディターじゃないと使えないテーマとかもあるかもしれないんですけども、最近はですね、テーマ側もブロックエディターに使えるようにしてくれてるので、できるだけテーマもブロックエディターがちゃんと使えるテーマを使った方がね、いいんじゃないかなと思います。はい。では行きます。はい。会社概要ページ、タイトルにですね、まず会社概要っていう風に入れます。会社概要。ね。で、会社概要ページにちょっと必要なものを書き出しますね、一旦。一旦書き出すんですけども、まず必要そうなものっていうと、リストで出しましょうか。これはやらなくて大丈夫です。ちょっとここに置いときます。ね。はい。会社名いりますよね。会社名。もしくは、屋号とかですね。っていうものでもね、個人事業主の人とかだったら屋号とかになったりするかもしれないですね。はい。で、代表者名。ね。代表者名っていうのがいりますね。で、所在地。と、資本金。はい。会社でね、株式会社とかね、のような法人っていうものにしておくとね、資本金とかをね、載せたりとかしなきゃいけないので、個人だったらね、特に資本金は載せなくても、いいとは思いますが。創業のね、設立ですね。設立。日とかですね。入れたりしますね、よく。はい。電話番号。事業内容。とかですかね。他にもいろいろあると思うんですが、その辺はですね、ご自身でね、こう書き出していかれるといいんじゃないかなと思うんですよ。例えば従業員数とか入れたりとか、取引銀行入れたりとか、取引先入れたりとかね、結構やりますよね。ここに、従業員数、取引銀行、取引先。ちょっとですね、古いタイプの、そうですね、こういう風なとこが多いんじゃないんですか。はい。で、この中から、いや、そんなにいらないよねって人も最近増えてきてるので、屋号とか会社名と代表者名と所在地ぐらいあればいいやとかね、設立日があればいいや、電話番号があればいいやですかね。はい。7番ぐらいまで入れることが多いかもですね。はい。じゃあ、これを、実際作っていこうかなというふうに思います。はい。例えばよくあるので、まずですね、すいません。まず、ここでプラスを押して、見出しですね。見出しというのを使ってあげて、そうですね。代表者挨拶とかですね。もしくは会社の、なんて言うんでしょう。この会社は、こんな会社です。みたいな情報でもいいですね。代表者挨拶っていう形でそれを書くのか。ね、この会社はこんな会社ですっていう形でこういうふうに書くのかっていうところになると思うんですが、で、ここに文章が入っていきますね。はい。挨拶文っていうんですかね。はい。とか、なんて言ったらいいんでしょう。会社情報とかですね。はい。こういった内容のことが、ずらずらずらとこう、入るわけですよ。ずらずらずらと。ずら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 と。ね。で、写真なんか入れたりしてですね。で、大きな写真1枚入れてもいいんですけど、ちょっとね、かっこよくするために3枚ぐらい写真を入れましょうか。で、3枚ぐらい横に並べたいなって思ったら、ここにですね、絡むっていうのがあるんですよ、絡む。
絡むね。でこれで3つに分割してあげる。はい。でこの中1枚1枚に写真を入れてあげる。この固定ページの記事のね、作り方がわからない方は、固定ページとかあのブログ記事ってこういう風に書いたらいいですよっていう動画別で載っけてますので、そちらね、関連動画からとかからですね、見てもらえればいいんじゃないかと思います。でこんなんですよね、こんなんとかこんなんとかね、いいじゃないですか。猫株式会社って感じですかね。はい、まあ、ちょっと猫、はい、まあ、こういう感じで写真をちょっと 2,3 枚入れましょうかね。はい。でこの下、この下からがね、あの会社情報とかになってきたりね、あのすると思うんですよね。はい。会社概要、ちょっと挨拶文があって、会社概要があって、なんなら地図とかもあってっていうようなね、ページに今回はしたいなって思っております。はい。じゃあここにまた見出し入れます。見出し、会社概要。はい。でここにですね、会社概要を作るときによく使うのがテーブルっていうものなんですよ。表、どっちで出てるかな、テーブルか表で、ここにはあると思うんですけど、上の方ですかね、もっとテーブルあった、テーブルっていう名前ですね、テーブル。でこのテーブルって入れると、何かけ何のテーブルを作りますかがあるんですよ。で、カラム数っていうのが列数だと思ってください。列数と行数ですね。なのでここで見ると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 全部乗っけるかな、まあ、全部乗っけるとしたら10個ですよね。10個なので10行。はい。でカラムはね、大体会社概要の場合は2のままでね、いくことが多いと思います。はい、これでね、10行2列っていうのができました。ちょっと細くなってますね。これね、中身入れていけば無事うまくいくのと、表のセル幅固定ってしてあげるとこういう風にね、あのなったりとかもしますので。はい。ここに入れるのがですね、先ほどの会社名ですね。会社名。はい。で、会社名を、そうですね。はい。猫。カッコ借りてくる。あったらね、猫株式会社とかありそうなので、なんか借りとかサンプルとか書いておかないとですね。はい。代表者、これあの架空の会社名だと思ってください。はい。はい、代表者、猫、猫サブロね、猫猫サブローさんにしますね。はい。はい。住所、そうですね、何県にしようかな、まあ東京都が一番いいんじゃないですかね。はい。でもここ地方だからな、地方に合わせましょうか。はい。福岡県、福岡市、中央区、福岡県福岡市中央区、猫町、これないですよ、猫町1丁目の1。はい。ね。で、設立年月日とかでしたっけ。ね。所在地、資本金ですね。はい。資本金。まあ、100万円くらいでもいいんじゃないですか。とか、1,10,100,1,000,10,100,000円。チョン、チョンですよね。はい。で、設立日、設立日、はい。2021年1月1日、はい、にしときます。猫の日みたいなやつにすればよかったですね。いつか知らないけど。電話番号。ね。090の。
ケペケペケペケのペケ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 、はい、これはなんか実際ちょっと、はい、こんな感じね。はい、次いきます。事業内容、はい、ペットショップ、猫が運営するペットショップ、猫が選んだ猫グッズ、はい、はい、この2つにしときますね。はい、従業員数、ね、5匹、はい、で取引銀行、取引先企業ってあるでしょうね。まあここまでね、必要な場合、必要じゃない場合ってあると思うんですけどね。はい、九州猫猫銀行、猫町支店、しときます。あともう一個何入れましたっけ。取引先企業だ、はい、取引先企業、これで主なとか大体つくでしょうね、うん、まあ、入れないことの方が多い気がしますけどね。まあ何とも言えないな。でもな、あれ、企業、企業が業になっちゃう、なぜ企業、うん、これでダメだ。企業がね、全部入れたら業になっちゃった。はい。犬株式会社。株式会社うさぎにしときます。これ主なとか書いてあったりとかね、することもありますよね、結構ね。はい、じゃあ見てね、こんな感じ、こんな感じね、こんな感じ。最後になんか住所かなんか入れておきましょうかね。 Google マップをですね、出しまして、ちょっと出してから渡しますね。東京タワーを出します。じゃんね、東京タワーを出して、ちょっとまあたまたまこの場所だったということで、ここね、共有って押すんですよね。 Google マップの中で検索して共有を押してあげたら、リンクを送信する地図を埋め込むってあるので、地図を埋め込む方で HTML をコピーしてあげます。ここ HTML をコピー、そしてこっちに戻ってあげて、ここにね、アクセスマップとか書いてあげて、ここに地図を入れるときは、直接入らなかったと思うので、カスタム HTML っていう HTML を入れるためのブロックを入れてあげて、この中にね、地図をこうバーンってね、入れてあげたりすると良かったりします。はい。じゃあ、このアクセスマップはちょっと見出しにしときましょうか。ね、見出し。じゃあ見てみますね。プレビューでまずは確認。ね。いいんじゃないですか？はい。いい感じだと思います。よし。じゃあ最後に、この、さっきのこれ。これはいらないので、これを消します。で、公開します。公開すると、このページが、バーン。とね、まあ、この目次はね、テーマ側が勝手につけてるので無視してもらっていいんですが、こんな感じ。代表ね、結構立派にしっかりして入るでしょ。こうやって。
会社概要とか言ってね、アクセスマップ、これテーマ変えて見てみましょうかね。テーマはね、これワードプレス側の機能を使ったので、あのどのテーマを使ってもだいたいね、あの思うようにうまくいくんじゃないかなと思います。はい、テーマ変えてみました。固定ページ、会社概要、こんな感じね。はい、ちょっと長いですね、ここはね。ちょっとした調整はいりそうですけども、はい、だいたいどのねテーマを使ってもまあまあうまくいくんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあですね、作ったらそれを表に出さなきゃいけないじゃないですか。だからここのメニューの中に加えてあげます。このメニューの中に、このメニューというのが外観のメニューっていうところにあります。外観のメニュー、この中にいろいろあるんですけど、会社概要、今作ったやつありますね、会社概要、ここになかったら全てって押せば出てきますね。最近作ったので一番上に出てきてますね。これをチェック入れてメニューに追加、これをこの辺に入れましょうか。こうやってね、順番変えてあげてね。はい、でメニューを保存。あの初めてメニュー作るときは、だいたいこのメニューっていうのがヘッダーメニュー、ここね、こういうところにチェック入れてあげないとうまくいかなかったりします。ヘッダーメニューだったり、テーマによって名前変わるんですけど、ヘッダーメニューだったりとか、グローバルメニューだったりとか、メインメニューだったりっていう名前にね、なっていることが多いかと思います。じゃあこれ保存してもらって、見てみると、はい、プロフィール、会社概要、料金表、ブログ、問い合わせということで会社概要ページができました。これを押してみると、会社概要ページがしっかり見ることができます。はい、まあ、ちょっとした今回サンプルなので、何かのね参考になればいいんじゃないかなというふうに思います。はい、で固定ページの作り方が少し難しかったなとかですね、メニューの作り方が少し難しかったなっていう方は、それ用の動画はです、別でまた出してたりしますので、そちらもね、見ていただければ分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。ということで今回はこちらですね、ワードプレスで会社概要ページの作り方を簡単解説という内容になっておりました。はい、それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。またですね、概要欄にも参考された情報載せていますので、こちらも合わせてご覧ください。